はい、皆さん、どうも、こんにちは。朝起きたでしょう。おはようございます。夜、お仕事なさってる方、こんばんは。はい、私は、レック専任講師、弁理士の宮口聡と申します。どうも。はい。さあ、今日はですね、何を話すかというと、ちょっとこれをご覧いただければ、わかるんですが、宮口流担当論文リベンジ、合格法ということでね、学習経験者目線の資格のない学習法とはっていうことで、レック専任講師の宮口がお送りいたします。はい。それでね、私マスクしてるんだけど、今誰もいないからちょっとマスク取らせてもらうわね。これいいでしょう、これ。このマスクね、縁起物なんですよ。ほらほら、だるまさんね。先生、それマックでもらえるんですかとか言われるんですけどね、確かに M って見えますけど、全然違いますよ。はい、関係ありません。はい。それではね、始めていきたいと思います。リベンジですからね、一発合格した人は別に関係ないんですけど、初年度1年間勉強してね、落ちた人向け、そういうガイダンスだよね。だから、どうすれば勝利に向かって突き進むことができるのかという話です。で、やっぱりね、基本的にはレベルが落ちてもレベルが結構下がりますんでね。そうですね、まずちょっとね、こういう感じでアドバイスしましょうか。担当がね、そうですね、担当試験がね、25点以下で落ちたと。未満にしとこうかね。これはちょっとね、入門再受講みたいな考えもあるかなっていうね。これもやっぱりね、基礎体力、基礎知識が欠落してると言わざるを得ないんですよね。これはね、ちょっと入門再受講も視野に入れた方がいいのかなっていう感じがしますね。でも逆に言うとね、それ以上と、それも中上級に進んでもいいのかなと思いますよ。中上級コースと。本当はね、30点ぐらいの方がいいかなと思ったんですが、いろいろ私もね、受講生に聞くと、そのやっぱり違ったことをやりたいという人が多いんだよね。本当は同じことを繰り返すことの重要性っていうのも、アピールしたいところなんだけど、やっぱりこの1年間勉強して、違ったこともやっていきたいと。いうね、それは分かりますよ、私もね。人間というのはやっぱりこの飽きが来るに、性質を持ってるからね。っていうことなんですよ。で、まず、これはね、知識の再確認っていうところをね、補充も必要だよね、補充。多分欠落してるわけですよ。だから、知識を補充していく必要があります。まずね。一応1年間勉強してるわけだから、知ってる知識はあるんですよ。ゼロではないと。だから足りないところを補っていくと。でね、補充だけはないですよね。定着、今度は知識の、なんていうかね、知ってるんだけど、不安定な状態の人もいると思うんです。ね。だから、それをね、定着と言いますけど、
確実ならしめるということですよ、ね、揺るぎないものにするという、これが重要ですよね、うんうん、それから応用力ですね。応用力がないとダメですね、うん、で意外とね、知識はあるんだけど受からないという人もいるんですよ。そうするとやっぱりね、この中上級コースで重視したいのはこの応用力なんですよね。あ、応用力、まあ大把握能力というかね、うん、それから出題者の気持ちを把握する、うん、そんなところですよね。あとどのレベルで聞いてるか、まあこれも広い意味で大迫力だけどね、大迫力と言ってもいいんでしょうけど、うん、そんなところですよね。こういうところが特に応用力ですね。知識の補充定着はまあ入門レベルの入門講座なんかもね、その辺役割を担ってますんでね、おそらくこの辺かなと私も思いますよ。出題者の気持ちを読み取るという、これが大事、うん、まあ別の言い方をすると空気を読むっていうんですかね、空気を読む力、まあその辺がない人はね、なかなかやっぱり伸び悩むね、うん、そんな感じなんですよ、うん、あとね、苦手科目を作らないっていうのも挙げておきましょうか。で誰しもね、苦手科目はあるんですよ、ね、だからね、楽しい科目は、得意な科目はほったらかしもやるんですよ。だからまあね、逃げないことっていうアドバイスも重要かな。逃げないこと、うん、苦手科目はね、逃げたいんですよ。逃げないことです。あえてやるみたいな、得意科目を逆にやんなくてもいいぐらいですよね。うん、であとそうね、そうね、あと担当で重要なのはね、集中力と注意力なんですよね。それがない人は知識があってもね、落ちるんですよ。集中力と注意力ね、うん、日常生活レベルからこれ意識した方がいいです。うん、あらゆる面に影響してくるんですよ。日常生活もぼーっとした生活を送ってると試験にも悪影響が出るんですね。だから日頃からもう日常生活レベルから意識すると、そういうことですよ。集中力注意力を意識しながら生活すると、うん、まあこれね、俺も人のことあんまり言えないんやけどね、よく物をなくしたりする人、まあ俺もそうなんだよ。例えば今マスクしてたけどね、今あるからいいよ、こうやって家に帰るとね、あれマスクどこいたかねってなるんですよね。まあしょうがないけどね、疲れて帰ってきて、はいマスクね、一日中やってるからポイってどこ置いて、あれどこいたかねってなるんだよね。でもそれじゃいかんのよ、うん、例えば家に帰ってきたら必ずその置き場所を決めるとかね、うん、そういうことが大事、うん、また担当ではだいたいこういうところが重要かな、うん、それでね、ちょっと論文も説明するわね。今のは担当的なところですよ。
で論文的なところね、論文で落ちる人っていうのはね、なんだろうね、大体2つに分かれます、あ、3つかな。1つはそもそも知識が足りない、知識不足レベル。これはね、担当、あの論文というのはね、担当受かってる人だから、まあもちろん落ちてる、担当に受かったことがない人、担当に落ちてる人はもちろんなんだけど、だからね、こうしましょうか、点数で言うと担当の点数ですよ、43点ぐらいまではちょっとやっぱね、受かるレベルじゃないんですよ、論文に。逆に言うと44点以上取るとぐっとあの論文でも受かる確率が高くなりますね。で次にね、あの型が身についてないでしょ、これがね多いね。これは逆に言うとね、知識はあるんだけど型が身につけついてないから、まあ場当たり的なんですよね、行き当たりばったりっていうか、場当たり的な答案を書いてきていると。場当たり的なんですよ、だからなんていうか、その泥縄式っていうかね、確固たる信念がないというか、だからこれはやっぱりね、型は知識よりも早くっていう私はことわざを自分で作ってるんですけどね、シャシーはエンジンよりも早くっていうね、自動車メーカーもあるでしょ、型は知識よりも早くと。これですよね。まあこれはあの、ピンクで塗ろうかな、いいことですから、これはいいこと言ってるんですよ、場当たり的悪いこと言ってます、悪いことをね、青で塗ってると。そうね、あとやっぱりね、そう見栄えの問題もありますよ。あのこれはね、あの皆さんね、どう思いますか、あの字が読みづらい人、まあ 字だけはないな、なんか字は上手くても読みづらい人もいるからね、答案がなんかね、読みづらい人がいるんですよ本当に。これ残念な感じ。なんかね、知識はめちゃくちゃあるんですよ。答案がただ読みづらいっていうだけで落ちてる人いますよ。逆に言うとね、一発合格者の人ってみんなこれ共通点、答案が読みやすい。本当に。だからね、なんていうかね、パッとしなくても受かる。逆に言うと答案が読みやすい人は。お得ですこれ。答案が読みやすい人マジでお得ですよ。あの一発合格者の答案って本当に読みやすいんですよ。だから間違ってても受かるみたいな、スーッて読めるもんだから、そのね、技術どうすればいいかというとね、まず適度な大きさ、文字はね、字はね、適度な大きさを維持すること。まあ俺もほらでかくて読みやすいやろ、そうね、そしてね、修正箇所は極力ないようにする。あの自己修正箇所ね、まあ、俺たちが添削するのじゃなくて修正箇所、自分でほら二重線で消したりなんだりするやん、その修正箇所は どうしても出てくるからね、ゼロとまでは、ゼロは難しいと思うけど、極力なくすと。
極力ないようにするね。あ、ちょっと苦しくなったね、後ろがね。はい、維持するって書いておいていいかな。うん、それからね、これ重要、作文帳からの脱却。これ非常に重要なんですよ。うん、作文帳の人は損してるで。作文帳はね、どこに何が書いてるかわからんのですよ、読んでみないと。だからね、深く読み込まれる。結果として、気づかなくてもいいようなミスに気づかれたりする。だからやっぱり、言い換えればですね、見出し重視の答案ですね。見出しの立て方。見出しっていうのはまあタイトルのことですけどね。見出し重視の答案にすると。うん、これに変更していった方がいいね。ああ、これはいいことやから。ああ、ピンクで塗るわな。作文帳はいかんよ。で、あとはね、そうだね。まあ、大体言ったかな、こんな感じ。さあ、それで、具体的にね、今担当と論文の落ちた原因をね、まあ、探ってみたわけですよ。じゃあそこで、まあ、私がやってるね、そのコースに話がつながってくるんだけども、まあそうだな、1年目っていうのはこういう感じじゃなかった？1年目を振り返るとね、入門講座があって、論文基礎力完成講座があって、まあ、レックの場合ですよ、なんか他の予備校の生徒さんもいるかもしれないけどね、論文基礎力、はい、で、あと、まあ、入門やった後ね、論基礎なんだけど、担当基礎力完成講座もあったやろ。はい。で、そこでね、入門講座というのは、まあ、入門的基礎っていうのを使ったわな。で、担当基礎力完成講座はね、担アドでしたっけ？担アドでいいよね。担当アドバンス的基礎、略して担アドを使ったと思います。論文の方はね、論文アドバンス的基礎でしたっけ？まあ論基礎的基礎だよな、あれ。論文アドバンスという名前ではなかったと思う。論基礎的基礎だと思うよ。ね、そうで、やることも超基本というか、まあ基本レジュメ中心だったですわね。論基礎は基本レジュメ中心とね。まあ単アドはね、まあそうですね、分厚いテキストを使いましたよね。まあ要は真っ先に俺イメージ的には分厚いテキストという。はい。で、そこで私がね、中上級に進むと、するならば、論文トリニティ講座というのがあるんですよ。
で、皆さん論文トリニティって、なんかわかります？トリニティの意味ね。三位一体という名前なんですよ。で、三位一体というのは一行問題ね。それから事例問題。で、その総合問題ね、総合的な。まあ、応用発展とでも書いてみましょうかね。一応問題点は趣旨含めね。趣旨問題なんかを含め。で、この3つがですね、こうトライアングルのように、バランスが保たれてこそね、実力が上がるということなんですよ。で、論基礎はね、主に1行問題がまあほとんどやったと思うんですわ。ね。で、基本問題が6問で、まあ事例問題が2問ぐらいあったと思う、毎回ね。ちょっと書いてみましょうか。入門はね、基本問題、基本レジュメ型の基本問題。毎回ね、6問やると。で、プラス、簡単な事例問題が、2問だったですよね。このトリニティはですね、もう趣旨は趣旨でね、徹底するんですよ。例えばね、どんな感じかというと、今日のね、レジュメの、ほら、論文トリニティ講座のね、まあ、趣旨対策編みたいなところなんですけど、これ。まあ、衣装がいいと思いますよね。まあ、衣装はほら、法改正が結構すごいんで、特実はね、そんなでもないですわ。衣装はもうここ最近目まぐるしい改正に見舞われておりますからね。まあそんな中、法目的は変わっておりません。ね。で、趣旨、ちょっとご覧ください。こんな感じね。まあせっかくなら勉強になるから読んでみましょうか。衣装法1条、衣装の保護及び利用を図ることによる衣装の創作を奨励しもって、産業の発達に寄与することを目的とするというね。キーワードが、衣装の保護。利用、衣装の創作、奨励、産業の発達ですね。本条は、この法律の目的について、規定したものであると。法目的ですね。で、法律の冒頭に目的、規定を置き、その法律の趣旨、性格と明らかにするという、最近の立法の傾向に倣ったものであると。で、衣装の創作は、特許法における発明、実用新法における考案と同じく、これでね、私の特徴である、まあ、蛍光ペン学習法ね、読みやすくするから、まあ見といてくれ。な。衣装のイメージ、俺に言わせると黄色なんですよ。だからキーレンジャーね。特許法はね、ピンクのイメージなんですわ。ほら。で、実案法はね、オレンジのイメージですね。と同じく、抽象的なものであると。ほら、黄色ね。衣装の創作、抽象的なものであると。ね。でも、ピンクね。発明。それから、考案。オレンジですね。自然法則を利用した技術的思想の創作であり、これまとめて赤んだらいね。技術思想だと。
まあ、公安も発明も技術であると、ね、で、特許法ピンクですね、実案法、オレンジです。その側面から保護目的としているのに対し、ね、はい、衣装法は2条1項の表現からも明らかなように、美観の面からアイデアを把握し、これを保護しようとするものであると、すなわち、特許法ピンクと実案法と、衣装法とでは、ね、保護の方法が異なると、これ青でいこう、異なると、一緒じゃないよと、うん、美観の面から保護してんだと、ほら美観の面からアイデアを把握、これを保護という意味で、技術を保護する特実と違うんだぞということをね言っております。本条に、規定がされているように、この法律の目的は黄色ね、この法衣装法の保護及び利用を図って衣装の創作を奨励、産業の発達に寄与することであると。で、衣装と産業の発達との関係についても見ていきたいと思うんだけどね、そうですね、産業の発達もまあピンクでいいかな、うん、はい、優れた衣装で、商品に応用することによって需要が増加し、そうですね、需要が増加はね、ちょっと 赤蛍光ペンがいいかな、うん、需要がまず増加すると、結果ですね、あの物が売れるわけでしょ、うん、だからこう産業全体が盛り上がるということですね。ほらピンク、物が売れると産業の効力実現と。で、第二に、はい、黄色ね、優れた衣装が、はい、同時にピンク、技術的にも、技術的に優れている場合もあり、技術の進歩を引いては産業の発達が直、うん、これ黄色がいいか、衣装そのものによって、直接に実現される場合があるとね、これね、ちょっと語呂合わせ教えておきましょうか。需要増、需要増加だからね、需要増、需要増、疑心、うん、需要増疑似産、衣直実、衣装そのによって直接実現、衣直実とね、需要増疑似産衣直実、需要増疑似産衣直実ね、これはね結構重要かなと思いますんで、ちょっとね全体を四角で囲っておきますね。ほらこんな感じで進んでいくんですよ、ね、青本もほらただ読むだけじゃなくて、こういうふうに厳密に分析しながら進めていくといいでしょう。そんな感じね、三密体ね、よろしいか。でちょっと時間がないからね、あれだけど、事例問題はまあ小事例、事例ごとのパーツ問題と思えばいいかな、うん、小事例ね、事例問題って言っても小事例、まあ、それはどういうことだというと、 パーツ的事例というか、うん、パーツ的なあの事例問題、ちょっと分かりづらいかな、載ってるかもしれんよこれちょっと見てみようか、パーツ的な事例ね、なんか俺どっかで見たんだよあーこれこれ、ね、今日のレジュメの23ページみたいな、ほらこういうね、書いておくといいか、今回のレジュメの P23 と、あれ赤ペンがどっかなくなったよ、別の赤ペン用意するか、はい、
今日のレジュメと今日のレジュメと今日のレジュメの P23 とね、こういうのが小事例ね。そうそう、一つ一つの事例に慣れていくと。で、相互問題、これ本試験レベルですわ。本試レベルの相互問題ね、これに慣れていくと、そういうことですわね。いずれは、答案構成の回とか答練につなげていくということやね、で担当に関しましてはね、担当に関しては全部やるんじゃなくてね、やっぱりそのなんていうかね、ちょっといいか、こう、そのなんていうの、1年目にやる担当講座よりコマ数が少ないんで、担当試験における合否を分かつ、合否を決する、レベルの知識にフォーカスして進めていくと。ね、そうそう、正答率言うとね、こういうことですよ。780% の知識やってもしょうがないですよ。正答率で言うと、そうですね、40% が30から50ってやった方がいいかな。正答率の40から50、この辺の知識に強くなることが重要なんですよ。悪？あれ先生、じゃあそれ以下は、それ以下っていうことはね、もう難問なんですよ。 40% 切るような問題っていうのはね、もう難しいんですよ。そんなのはね、できなくてもいいんです。最悪ね。逆に言うとね、俺いつも担当の問題、担当試験が終わって正答率を出してみるとね、面白いことが分かるんですよ。50% 以上だけの問題ができるだけでも受かる年もありますが、40% 以上の問題が解けると確実に受かるんです。だからね、その 70-80% の問題ってアホでもできるわけだ。そんなのはもう入門とかほったらかしてても皆さんできるんで、この辺の正答率の問題知識、これをうまく皆さんにこう伝授することによって、密度を高くね、やることによって、強くなる。点数で言うと、だから45点以上で受かるようになるとね、結果的に。ちょっとせもうスペースがないからね、結果的に、書いておきますよ。目標だよね、45点以上で、受かるようになっていきたいと。という感じなんだね。テキスト見本ね。25ページ以降に載ってるけど、ちょっとテキストレジュメは、あんまり崩壊性のない商標からちょっと引っ張っていきますけどね。条文があってまとめと。で、私はね、いやこれ先生、何の変哲もないテキストやなと思うでしょ。これね、いいですか、これだけじゃちょっとわからんけど、この担当エミネントテキストっていうんだけど、見開きを重視してるんですよ、ね、アドバンステキストってもうお構いなしに知識をバン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 盛り込んでますけど、私のテキストはね、そうじゃないですよ。見開き重視っていうところがポイントなんです、ね。見開き重視のテキストっていうのはね、俺受験時代からこだわってて、もうパッと見た時、パッと開いた時にその知識がまとまってる。
そのテーマの知識はまとまってる。でそれを見た時の残像が頭に残るんですよ。こうやってめくらないといけないと崩れるんですよ、そのビジョンが。わかる？まばたきした時に脳裏に残るんですよ、見開きだと。うん、それはね、私が受験時代に非常にこう気づいた点です。重要なポイントの一つです、見開き重視のテキスト。うん、これがねいいんですよね。まあいろいろ言ってきましたけどね、あちょっと時間が来ましたんで終わりますけど、まあ、もしよかったら、あそういう私のね、狙いといったものがありますから、まあ、その考え方に賛同していただける受験生の皆さんね、まあ、ぜひ私の講座で合格を勝ち取りましょうね。うん、よろしいですか。はい、じゃあちょっとページをもう一回確認すると、これが2ページだったかな、これが3ページ、これが4ページかな、はい、ラストページということで、終わりたいと思います。はい、報告書も書いておきますわね、4ページ。はい、それでは皆さん、今日はね、宮口流単刀論文リベンジ合格法ということで、学習経験者目線の資格のない学習法ということで、レック専任講師宮口がお送りいたしました。はい。どうも皆さんご清聴ありがとうございました。